全ての道はホグズミードに通ず。生徒が使いそうな魔法薬は一通り揃ってる。見ていってくれ。今日は何をお探しだい？またのお越しを。しばしのお別れだ。いつも言ってるけど、旅は視野を広げてくれ。オリバンダーさんの言ってた像は上の階のフクロウたちに紛れてるはず。気にしないでよ。友達を助けに来ただけ。さて、あの像はどこかな？アクション！笑っておこう。あのハンドルには見覚えがあるな。呼び寄せ呪文を使おう。他を探そう。外れ。止まり木だ。ジャックドーっていうより、ジャックドーの像にぴったりの大きさだね。
こういうのは大歓迎。ここじゃないね。鳥は高さなんて気にしない。もう少し上を探そう。他を探そう。探そう。行方不明のページとは関係なさそうだけど、とりあえず取っておこう。まさか俺のパズルを解いたやつがついに現れたのか。やるじゃないか。耳寄りな話だ。隠したいものがあるならここがぴったりだよ。リチャード・ジャック・ドーだ。よろしくな。リチャード・ジャック・ドー、オリバンダーさんは正しかった。一族の杖を取り戻す気なんだ。杖？あは、すっかり忘れてた。あれはもう手元にないんだ。あの洞窟で首を切られた時に脅したんだろうさ。あんな地図を追った俺がバカだった。地図って？くだらない話だよ。ピーブスが盗んだ古いページに載ってたんだ。女の子にいいとこ見せたくてさ。でもその話はまたな。つまり
あなたは杖を盗んだ後、ピーブズから盗んだページの地図に従ったら死んじゃったってこと？そう言われるとアホの極みみたいなんだが、そうだ。なんで古い杖のことなんかそんなに気にしてるんだ？欲しがってるのはオリバンダーさんだよ。私の目的はページの方。杖と一緒に洞窟に残ってない？そりゃ残ってるさ。そうだ、いいこと考えたぞ。禁じられた森の外れで待ち合わせするってのはどうだ？どこを探せばいいか教えてやるよ。死因については想像がつくけど、誰にやられたの？その辺を見て回ってたら急に爽やかな風を感じたんだ。その後に頭がふわっとして、覚えてるのはそれだけだ。だからもし洞窟に入ることがあったら気をつけるんだぞ。何に気をつけりゃいいかは教えてやれんが、ま、お前は勘が鋭そうだしな。そよ風には注意しろ。どうしてオリバンダー家の杖を盗んだの？あの一家が特別な杖だってやたら言うからつい手が出た。我慢できるわけない。でも俺の首を救えるほど特別じゃなかったな。感傷的な理由の特別だったって知ってからは本当に返すつもりだった。でもご覧の通り機会がなくて。ピーブズはポルターガイストでしょ？どうやって盗んだの？別にあのお化けから直接かすめ取ったわけじゃない。あいつがめちゃくちゃにした場所で見つけたんだ。あいつは物を壊すのが趣味だろ。本、瓶、鎧、騒ぎを起こせるなら何でもござれだ。亡くなったことにも気づいてないさ。ページを手に入れる方法がそれしかないなら森で会おう。その俺の首なし骸骨とご対面することになるが、構わないってんなら杖もページも持ってきゃいいさ。グズミード、今行くよ。いらっしゃい。魔法薬を探しに来たのかな？
またのお越しを。しばしのお別れだ。我が木友よ、会えてよかった。正解だったよ。来たぞ。約束通りだろ。また会ったね、ジャックドー。考えてみりゃ驚くことでもないのか。知識を求めてこんなところまで来るのはレイヴンクロー生ぐらいだ。言えてる。ここからどこに行くの？来いよ。行けるとこまで案内してやる。でも自分の死に場所に行くのはちょっとばかし気が乗らないんだよな。目を皿にして水盤を探せ。見つけたらこう言うんだ。イントラムロス。多分ラテン語だ。ギリシャ語かも。わかるだろ？学校じゃろくに授業を聞いてなかった。行こう。水盤以外に注意しておくものはある？そうだな、目印になるのは石橋、滝、そうだ、確か湖もあったな。行けばわかるよ。いろいろ教えてくれてありがとう。そうだな、近づけば近づくほどいろいろ思い出しちまう。俺はここまでだ。道沿いに進め。水盤がないか目を光らせておくんだぞ。アデュ。これはラテン語。いや、ギリシャ語だったかな。
進むしかない。ジャック・ドーって泥棒のくせに意外と嘘つかないんだね。なんだか妙に厳かな場所だ。オジカも立派で迫力があるし。あった、ジャック・ドーが言ってた通り。イントラムロス。ところに来るなんてな。ランロク様はな、お前らの行く先なんざお見通しだ。諦めろ。報告されたって問題はないな。先に進もう。インセンディオ。レベリオ。どこまで続いてるんだろう。用のない人は入れないようになってる。知ってるところでこの先に行けるのかな。you
足場、こっちに呼び寄せれば上に乗れそう。ジャックドーが独り占めしてなくてよかった。でも遺体はどこだろう。首なしの骸骨は見当たらないけど、これはもらっておこう。手つかずの宝箱？ジャックドーはあまり調べなかったのかな？ジャックドーが落っこちてなくてよかった。
ど、調べた形跡がない。ジャック動画独り占めしてなくてよかった。でも遺体はどこだろう。私の骸骨は見当たらないけど、これはもらっておこう。
しいな。ジャック・ドーなら宝物に興味を持ちそうだけど、調べた形跡がない。やった、橋だ。あともう一息。また来る。今がジャック・ドーの首を落とした音がいいね。何増えたんだろうな。この先にジャック・ドーの亡骸と例のページがある。また会ったね、リチャード・ジャック・ドー。散らばってるのはオリバンダーの杖か。ページは無事でよかった。あった、ジャック・ドーを破滅に導いた地図だ。この部屋の向こうには何かあるのかな。Yeah.
ってるの？くれてる間にここから出られるといいけど、ここは一体何？そんなことが。先生だ。ついに誰かが地図の間を見つけたのか。ペンシーブで見ました。ラッカム先生ですね。いかにも。正直に言うと、これほど幼い者が立っていることに驚いているよ。先生とイシドーラ・モーガナークがホグワーツに入ったのと同じ年です。ちゃんと注意を払っているようだな。では君もあの力を。古代魔術の痕跡が見えるということならその通りです。気づいているかもしれんが、この力を持つ者はあらゆる魔法と独特な関係を結ぶことができる。我々は他の者が知る由もない魔法の神王に触れられるのだ。冒険の中でこの稀有な才能を磨く機会が訪れるだろう。うまく使いたまえ。はい先生、ありがとうございます。伝えたいことが山積みだ。だが初めに君をここへ導いた地図が入っていた本だ。その本を台座に置いてくれ。あの、本を持ってないんです。うん、それは残念だ。では君が本を持って戻るまでこの会話は中断せざるを得ない。よくわからないんですが、どうして地図の間って言うんですか？本が台座に戻ったら全てを明らかにすると約束しよう。騎士の家にあったいろんな像や彫刻、あれはあなたのですね。占い師なんですか？ああ。来ると思ってました？今はこれ以上言えない。君がここに来たことに驚いていないとだけ伝えておこう。わかりました。すぐに本を持ってきます。頼む。本が戻ったら話の続きをしよう。
ページも地図の間も見つけた。もう本はいらないかな。フィールドガイドは本当に便利ね。先生はいつ戻るかな。いなくても勉強をサボらないって約束したけど、先生が本を持って帰ってくるまで何か気晴らしでもしてようかな。やった！階段、間違いなさそう。
地図にあった絵画はこれか。さて、宝はどこだろう。レベリオ、アクション。あった、絵画の中に入り口が隠されてた。アーサーは何か分かったのかな。私が煙突飛行艦を発明するまで、両手切るを半分詰めた瓶を、移動はとても不便だ。プレイしてみ
ーション。